ためにはあらゆる犠牲もいとわん。コロネル破壊の？バイオラ、私とアックスはコロニーのシャフトより侵入後、目標アルファの確保に当たる。お前はスラッシュ、ナイトレイドと共に天窓から揚陸し、敵の陽動に当たる。その後、目標ブラボーの確保に回れ。了解。バイオラ。はい。市場は挟むな。以上か。さて、楽しませてもらおうか。
ったのか。俺はターゲット機能停止を確認。その通りです。誰だ。私はこの機体の戦闘コンピューターエイダです。あなたは予定されていたフレームランナーとは違いますね。僕はただ逃げてきただけで。うわっ。格納庫外部に複数のターゲットを確認。ここからでは数を確認できません。外部に移動してください。そんなこと言ったって。機体の操作説明が必要ですか。頼む。了解しました。このまま外部に移動するのは危険です。その前に前方のアイテムボックス内のメタトロン鉱石を取得しましょう。メタトロン。ジェフティの構成要素です。機体の自動修復に必要な素材です。外部に移動する前にまずメタトロン鉱石を取得してください。メタトロンを取得しました。機体の自動修復を完了しました。それでは矢印の方向から外部に移動してください。前方に C 型オービタルフレームを確認。今までの敵とは違います。注意してください。油断した。バイオラ、
撤退しろ。なんだと？ふざけるな。相手はただのガキだ。連れでも倒せる。もう一度言う。撤退しろ。お前には他にもするべきことがあった。恥をかかせてくれたね。今度会う時を楽しみにしてな。また会おうね、坊や。ターゲット消失。動体反応もありません。みんな死んだってこと？その通りです。お疲れ様でした。うわあ！こちらノーマン、各位現状を報告せよ。こちらスラッシュ、ポイント03に到着。これより付近の破壊を開始する。こちらナイトレイド、同じくポイント05到着。隊長、俺はここで奴を待ってればいいのか？ああ、そうだ。バイオラ、現状を報告しろ。ふん、分かってるだろ。そう腐るな。お前の出番はまだ先だ。コンディションレベルマイナス08ポイント。戦闘行動に影響のある数値です。精神安定剤の投与をお勧めします。繰り返します。メンタルコンディションが低下しています。民間周波数帯からの入電です。つなぎます。こちらアトランティス、ジェフティに搭乗している人聞こえますか？ジェフティに搭乗している人聞こえる？無理もないか。ねえ、そこの君、状況は一応モニターで確認させてもらったわ。あなたが単なる民間の子供だってことも知ってる。これ全部あなたがやったのね。だって仕方ないじゃないか。怖かったんだ。仕方ないじゃないか。別に責めてるんじゃないわ。そう、動かせるのね。ねえ、あなたに頼みたいことがあるの。その機体を私たちのところまで運んできて。え？私たちはその機体、ジェフティを火星に運ぶよう依頼されている民間の輸送船なの。ジェフティがあった場所に誰かいなかった？知らないよ。そこにアランが、私たちの派遣したフレームランナーがいたはずなの。知らないって言ってるだろ。みんな死んでたんだ。本当は彼がその機体を操縦することになっていたんだけどね。ねえ、お願い、あなたならできるわ。協力して。もちろんこれはビジネスよ。報酬はちゃんと支払う。少なくともここを出て地球でも火星でも好きな場所に住めるぐらいの額は出せるわ。だからお願い。嫌だよ。あのね、何勝手なこと言ってるんだよ。またあいつらが襲ってくるかもしれないんだぞ。大体あんたたちは何者なんだ。なんでこいつがそんなに欲しいんだよ。あなたはうまく戦ったわ。もう少しだけ協力してほしいの。また人殺しをしろって？それは。とにかく僕はもう関係ないから。人殺しでも何でもあんたたちで勝手にやってくれよ。それじゃ僕はこれで。もっと人がたくさん死ぬわ。え？みんな死んじゃうのよ。あなたの友達も家族もみんな死んじゃうのよ。彼らの手にジェフティを絶対に渡してはならない。その時がこのコロニーの、いえ、私たち人類の本当の終わりだから、お願い、手伝って。助けてレオ！早くしろレオ！そんなこと言ったって僕にはできないよ。言ったでしょ、さっきの活躍を見ていたの。あなたにはできるの。あなたにはそれができるのよ。お願い、手伝って。
わかったよ。引き渡すだけでいいんだね。ええ、そうよ。それだけでいいわ。やるよ。やればいいんだろ。ありがとう。だけど、言っておくけど、人殺しの手伝いはしないから。あんたたちにとっては当たり前のことかもしれないけど、僕は違うから。わかったわ。じゃあ契約成立ね。その機体の搬入担当者がそちらに向かっているの。今は連絡が取れないんだけど、繋がったら知らせるわ。ああ、それからあなた名前は？レオ。よろしくねレオ。私はアトランティス号副長のエレナ・ワインバーグ。エレナでいいわ。本当に信用できるんだろうね。少なくとも私たちは無差別に人を殺したりはしない。あなたが思っているようにはね。それじゃあまた後でね。それでは今後のミッションプランについて説明します。今回のミッションの目的はジェフティの火星での作戦行動のために該当機体を火星まで移送することです。そのためにまず民間輸送船アトランティス号に合流し、コロニーアンティリアから脱出することが当面の目標となります。しかしながらジェフティは現在システムの再インストール直後のため、行動に必要な最小限のシステムプログラムしか持ち合わせていません。ジェフティの能力を決めるのはこれから内蔵していく機能モジュールの数によります。まずはこのエリアのローカルサーバーから必要な機能モジュールをトランスプランテーションします。ローカルサーバーの位置をマーカーで示します。マーカーの指し示す方向に向かってください。プログラムを取得しました。索敵モード機能モジュールを取得しました。対複数敵戦闘が可能となりました。新たにロックオン関係の操作が追加となりましたので、操作説明ウィンドウを表示します。終了します。先ほどの機能モジュールによりスタートボタンでコマンドメニューを選択できるようになりました。コマンドメニューのセーブを選ぶことで現状の保存ができます。新手か。不必要な戦闘は回避しましょう。このエリアにローカルサーバーがもう一つあります。その中にある飛行モード機能モジュールを取得してください。ローカルサーバーの位置はスタートボタンを押して広域レーダーマップで確認してください。緑色の光点がローカルサーバーです。パスコードを取得しました。戦闘態勢を解除します。メタトロンを取得しました。取得しました。飛
行モード機能モジュールを取得しました。コマンドメニューからエリア移動を選択することで別のエリアに移動することができるようになりました。S02 居住ブロックです。オービタルフレームによる攻撃と思われます。 S02 って僕の家のあるとこじゃないか。ありません。みんな死んだってこと？ありえますが、すでに立ち去った後と考える方が妥当です。畜生。動体反応確認、拡大します。セルビス、知り合いですか？ああ。それはだって何考えてんだよ。それにきっともう誰も残ってやしないさ。だってそれは言ってみなくちゃわからないわ。他人のことなんてほっとけよ。自分が死んだら何もならないだろ。私はまだ死んでいないわ。十分だと思っていたんだがな。仕方ない、相手をしてやろう。もう終わりか。
戦闘エリア内です。ターゲットより ETR 反応確認。メインジェネレーターの機能が停止しました。やったか。ターゲット内部に動体反応。搭乗者がまだ生きているものと思われます。ロックオンカーソルを復帰します。ターゲットを破壊してください。破壊って、もう動かない敵じゃないか。質問の意図不明。破壊はしないのですか。当たり前だろ。なんで意味のないのに人殺しをしなくちゃならないんだよ。ご希望であれば17の異なる明瞭な理由を述べられますが、典型的なものでは、まず第一に搭乗者が再び別の機体で現れる確率が。もういいよ。とにかく破壊はしない。攻撃する意思のない奴を撃ってどうするんだよ。理由をお答えしましょうか。結構だ。先ほどから報告しようと考えていたことですが、あなたの今までの行動は非常に非合理的です。実力の伴わない非合理的な行動はミッションの遂行に著しい障害となります。下手くそは言うこと聞けって。おおむねそういうことです。言ってくれる。ターゲット、先に範囲変化。2秒後に見失います。人の言葉は喋っても、やっぱりお前コンピューターなんだな。その通りです。それが何か。別に。量産型オービタルフレーム数機を確認。境界の近くです。セルビス。敵量産型強化タイプです。注意してください。中。